さあ、ということでね、4月のデータを見ていきましょう。4月になるとどうなるかっていうと、再生数は1万1000再生で、いうことで、ちょっと落ちる。ここのはね、落ちるんですよ。で、一回ちょっと落ちて、で、269時間ってことで、時間はだいぶ減るんですよね。どういう傾向かっていうと、再生数が上の方のやつによって、ちょっとそこ、あんまりそこねとか伸びない。新作系が特に全く再生が入ってないってことで、意外とメイツターミナルがあんまり再生入らなかったってことなんですよね。とかがあるということですね。で、ただ再生数、登録者には繋がってるっていうのも面白いところですけどね。で、エスカレーターの動画が7400で、これはちょっと下がったかなぐらいなんですけど、他のやつも、別に上位ボタンのやつも上がってるし、で、YouTube 速達やとか、ね、170入ってますよ。まあこれが入ってくるってことは他の、ね、200ぐらい取るかなっていうやつがちょっと100ぐらいで落ちちゃってるのかなっていう分がここで減ってるって感じかなっていうところかなという予想ですね。で、データの方見ていくと、よいしょ、こんな感じと 269.9 で115プラスという感じなんですけど、このエディショナルエスカレーターのやつが70,400。これはまあ、時間位置とかも変わってなくて、でまあ、上位ボタンのやつとかもここで上がってくると、290再生ってことですね。で、速達の動画とかが入ってくるってことは、これあたりが120とか、だから沈むんですね。100再生とかで沈んでますと。まあ、これあたりとかでも60再生とかの、あの、フリアとか入ってきてるっていうのは、別に急に上がった、ポイントが上がってきたわけじゃなくて、あの、常に10、30とか40とか入るやつが、他のやつがね、落ちてる分、ちょっとこの辺りが顔を覗かせてるなっていう感じがありますよね。っていうところかなという感じですね。動画自体はここはもう完全にメイツターミナル完全制覇の旅がずっと続いてる感じですね。ただこれがそんなやつだって、で、BGM セレクションとか出てたんだ。あの、編集間に合わなかったんだよな。とかがあって、こんなんとかに入りながらだったんで、まあ、そこまでそんなに伸びたら、この辺りとかも、そんなに伸びてないね。32再生とかですからね。そうそうそう。そう、なんか名鉄のタクシーが会いたいことになっとるっていうね。どうしたどうしたっていうね。竹豊線もなんか、バスがね、えらいいたしラッピングになっとったりとかしとったんでね。うんっていう感じでしたけど。いいのがあったりしながらね。ちょっとハンダとか行ったりしましたね。で、青山駅で、そう、で、なんか走っとったら、そんな、ね、バスカーとか。で、ガガマゴーリとか、この辺りも回ってくるんですけど、まあ、マゴーリも今ね、いろいろとの話題にはなってるところですけど、まあ、そんなに入ってないな、というのがあったりしますね、というのがあったり。で、豊橋行って、豊川稲荷行って、さなげも夜中に行ったんか、回りましたもんね。そこまで回って、この辺りとかは、あ、これはね、やっぱちょっと入ってんな。日本一って入れるとやっぱ入るのかな。まあ、8時前に、8時前じゃない、9時前に、ドンキ閉まるドンキがあるんでね、ドンキホーテがあるっていうんでね、ドンキホーテ豊田店はね、あまり知られてないけど、結構マイナーなところにあるっていうんでね。で、こっからちょっと、投稿本数増えて、なんだ、あ、ゴールデンウィーク用か。で、1日2本にしたんだ。で、ガーッと作っとって、境まで犬山行って、で、まあ、ぐるーっと、近鉄沿線を回ってきて、御嶽口とかも、御嶽とかもよかったな。ただそんなに再生は多分これは入ってないんじゃない？ 39 とかそれも行きであるんですけどね。とかがあったりとかしましたね。で、岐阜羽島行って終わってる大江まで行ってるんで、まあ、ほぼほぼ最終回まで行ってますね。っていうところ。で、まあ、この月はまあまあまあ、これですね。メイツターミナルの回、月でしたよという感じですね。まあ、そんなところかなというところでございますね。まあ、3月はこんなところか。じゃあ続いて4月の方にね、行ってみましょうか。あ、4月は終わったから5月ですね。